はい、どうもケイドラです。今日はいつもの配信とは違って少し雑談したいと思います。昨日なんですけど、なんと念願の第4回スプラトゥーン甲子園に初めて行ってきました、結論から言うとめちゃめちゃ楽しくて、実際行ってみて本当に良かったなって思いました。あの会場の盛り上がる空気はやっぱり現地に行かないと感じ取れない部分がありましたし、今まで画面上でしか見たことなかった出場者の方々が目の前にいるっていうのは本当にすごいことで、夢のような空間でした。前日の早朝5時に起きて大阪を7時に出て、7時間くらいかけて関東に着いて、関東の観光を4時間くらいした後に、メンバーの BFBP のメンバーのタッチとカズミのうちにお邪魔して、スプラトゥーン甲子園のトーナメント抽選の様子とかテンタクルズのライブを見つつ、ブリシャブ鍋パーティーで気分を盛り上げてました。マギエスさんの応援ボードを作って、当日の様子を思い浮かべてたらなかなか前日眠れなくって、まあ、ああなったらどうしようとか、こうなったらどうしようとか考えてたら寝不足になったんですけど、まあ、次の日朝6時に起きて、まあ、仮寝して迎えました。実際にお会いできた方は、初戦終わりに戦火烈火のロンさん、会場にフラッと行ってあって、まあ、出場の、ユニフォームから着替えて私服でモニター見てあったんですけど、やっぱ存在感、オーラが出てて半端なかったですね。WFB 杯、優勝してた時期、ロンさんがハンドさんとかクルさんとかバズさんでチームで組んでる時に配信見てたんで、なんとなく性格とか出たんですけど、一緒に写真撮ってもらっていいですかって思いましたら、心よく引き受けてくださって、やっぱり、素敵なお方でした。そうこうしてたら、リバレンと絡まりのアドバイザーのフーミソン先生が近くで、もうドリーム状態でした。ドラフト杯見てたんで、嬉しかったですね。2回戦終わりにポポジロー学園の甘井さんとまひろさんと写真撮ってもらって、で、マギエさん探してたらレイジ優勝者のユキさんと、レイジ優勝ユニフォームを着てたガワタさんを見て、決勝戦見てたらなんかパッと見たらリバレンとカラマリのリーダーのクロスさんが目の前で完成してたりとか、本当にすごい素晴らしい空間でした。一番嬉しかったことは、マギエスさんのサインをご本人にお会いしていただけたってことです。本当にダメ元で1週間前ぐらいにファン名送ったら、なんとお返事の方が返ってきまして、もうそれだけでめっちゃ嬉しかったんですけど、なんか当日になって急に考えたことを実行に移せない、自分は嫌いなのになんかサインをもらうのだけすごい思ってしまって、そんなことをしている時に、まあメンバー BFBP のメンバーがずっと出待ちをしてくれて、で教えてくれて、で声をかけてマリエさんに直接お会いすることができました。で、まあ、彼はまあ一回戦ちょっと負けてしまって、すごい苦しい中で、まあそんなサインを書くみたいな気分じゃなかったと思うんですけど、サイン書いてください、サイン書いてもらってもいいですかって聞いたら、まあ、ごめんなみたいな感じで、勝手に食ってごめんなみたいな感じで言いつつサインを書いてくださって、その苦しい中でもこうやってファンの人を大切に大事にしてくださる、すごいいい方なんだなっていうのを感じれて、ますますこれからも応援していこうっていう気持ちになりました。1回戦終わってかなり、まあ僕も自分のことのようにショックを受けてしまって、あと会議どこ回っていいかわからんっていうような状態になったんですけど、まあ、きっと時間が経てば回復してくると思うんで、まあ、疲れもあると思うんでゆっくり休んでもらえたらなと個人的には思ってます。まあ、でもこの悔しさをバネにしてまた強く
なって帰ってきてくださいと。まあ次やるときは、まあ、やり残しがないように、まあ、一つ一つやり残したと思っていることがあれば、まあ、それを一つ一つ潰していって、まあ、当日やりきったっていう、まあ、悔いのない、次の大会はそんな悔いのないように、まあ、悔いのないようにしてもらえたらなって、まあ、一番としては思います。これからも頑張ってほしいなって思ってます。改めて、まあ、BFBB のメンバーには本当感謝しています。この党会議に、まあ、僕が発起人で行こうって言ったんですけど、まあ文句も言わず、じゃあ一緒に行こうみたいな感じで言ってくれて、でこうやってサイン一つもらうためにみんなが動いてくれて、改めてチームの愛っていうものも感じたし、まあ団結力とか、まあ、絆を感じれて、ただまあ行っただけじゃなくて、そうやって何て言ったらいいんかなただ行っただけじゃなかったってことなんですようん、本当にみんなと一緒に同じ時間を過ごせて、あ、僕は幸せでした。うん、たくさんの方とお会いできて、交流を持てて、本当に幸せな一日になりました。うん、まあ、これから、まあそう、ね、みんなもうすごいこのスプラトゥーン甲子園に行ってモチベーションがかなり上がってるっていうことを聞いて、まあ、すごい僕も嬉しいし、まあ、行ってよかったなってすごく思います。これからおそらく e スポーツ注目されるのは間違いないと思うので、うん、スプラトゥーンの仲間がもっともっと増えたらいいなって個人的には思ってます。すいません、長い話、拙い話でしたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。BFBP の、タッツ、ガズミ、燃えた、よこす、キヨス、いつもありがとう、いつも迷惑かけてごめんなさい、また一緒に遊びましょう。で、今までツイッターで遊んでくださった方もありがとうございます。これから、まあ、遊んでない方もまたご一緒できたら嬉しいです。そして、スプラトゥーン甲子園出場者の皆さん、お疲れ様でした。本当に夢のような空間をありがとうございました。運営の方ありがとうございました。またぜひ第5回があったら、皆さん応援しに行きます。スプラトゥーン最高。では失礼します。